今年はずっとヘブル人への手紙を見てまいりました。で、元旦に開いたところに、もう一回戻っていただいて、ちょっと全然違う角度からお話をしたいと思います。ヘブル人への手紙の2章の、このわずか6節と8節、これはですね、ダビデの詩篇、詩篇8篇が引用されています。そこをちょっとお読みいたします。 ある箇所である人がこう証し,ししています。人とは何者なのでしょうあなたがこれを心に留めれるとは人のことは一体何者なのでしょうあなたがこれを顧みてくださるとはこの人とは何者なのでしょうあなたがこれを心に留められるとはが今年の元旦の聖句でありました。 でこの人という時ヘブル人への手紙ではこれはキリストを指しますでもダビデにとってはこれは自分自身なんですね人とは一体私とは何者なのでしょうあなたがこれを心に留められるとは人の子はという時もダビデにとっては自分なんです一体何者なのでしょうあなたがこれを 帰り見られるとは皆さんこの時期私たち牧師やまた右屋さんやオリーブは季節労働者と呼ばれています。あのそれは右屋さんのように普段暇であるという意味ではない牧師は普段暇なんですよだけどこの時ばかりはと思って頑張らなければいけないのがクリスマスなんですね。私たちは皆 あの厳しい暑さの3ヶ月を過ごしました皆さんの中にはあのコロナにかかった方も多かったですねそれからその後遺症が随分秋をこう引きずったという方も多かったですし小さな子どものいらっしゃる家庭では皆さんインフルエンザに苦しみましたゆっくりと秋を楽しむこともなかなかできませんでした 私自身は9月から始まりましたオンライン講座がちょうど先週終わりましたけれども動画を25本講義で撮りましたのでこれはこれはしんどかったです稽古はアメリカからやってきた孫のために骨身を削るというこんなに疲れている妻の顔は見たことがないというほどあの注ぎ出して頑張っていました喜びであり忙しい日々でありました先日 桂町の教会の私の親友の八木先生が太平洋放送の常務理事をしておられる関係で電話をくださいまして「先生ごめんラジオの『世の光』の番組説教に穴が開いてしまった」「悪いけど埋めてくれない?」と「大体分かってるでしょ?」と言うから「もちろんもちろん引き受けます」というふうに言った後でしばらくして依頼状のメールが あの世の光から届いたんですよね。で私は全く分かってなかったです。ラジオの説教2分45秒から55秒の間に収めろって書いてあるんですよ。それを6回やれと。しかも世の中一般に説教するので分からない言葉や他の宗教に対する批判やもうその条項がたくさんあるんですね。 で以前ラジオで三浦彩子さんの小説を読んだりしていたあの幼児さんからですね私は様々にあにこのラジオの放送の難しさ映像がないんだけれども声にこのやっぱり気持ちを込めるということの難しさをこう聞いたことがあるんですよ。そして一度教会のために聖書朗読を やってくださった時はあたかもその収録室の一室に閉じこもってるかのように静寂の中この聖書朗読ってこうやってできるのかというほどの朗読をしてくださったんですねあれは新年生会の時だったと思うんですけれども私は日頃から一秒間違いなく読み終わる原稿をそれって一体どういう技術なんだろう 私の場合は何回やっても噛むんですよねで噛むと焦ってつい早くなってしまうそして心を取り直してもう一回落とすでもどんなに次数を勘定してそこに行くようになってもその枠の中にはまらない。 で今週の水曜日お祈りいただきたいと思うんですけれども6回の説教を収録するためになんか丸一日かかるような気がいたしました本当にあに申し訳ない言い方をするとあの実質も分からずに引き受けるやすやすと引き受ける説教ではなかったなというふうに思いました先週進学校で授業の合間に近くのある あのカフェに連れてっていただきランチを食べましたそこはもう60年60年ある丘の上の商店街で全部店閉まってるんですよその一番奥にカフェがあるんですよねおおよそ誰も行かないだろうなと思うこんな商店街に足を踏み込んだら何が出てくるかわからない。 周囲は高級住宅地なんですけれどもその丘の上の一角だけがものすごく古いんですねさびれているでもドアを開けますとお店の中は絵本や小物で夢の世界のように輝いていたんですよそして連れてっていってくださった方とゆっくりお昼を食べて私はとっても癒されました。 世の中にはこういう空間を自分の人生で持てる場がなければいけない人それぞれどんなに忙しくてもどんなに目がまぐるしくてもそして外はボロボロであってもきちっと整えられた空間に身を置いたときにそしてゆっくり話をしてくれる方と話をしていると人はこんなふうに癒されるんだということが 私にはよくわかりましたダビデが「人とは何者なのでしょう」という自分ですね「人のことは何者なのでしょう」それは神様が顧みてくださる神様が心を止めていてくださる私って一体何者なんだろうかというのは疑問文ではありますけれどもこれは簡単文です。 感激してるんですねこのダビデの感激を私たちはこの12月非常に忙しいそしてアドベントの第一の誠実で改めて考えてみなければいけないです。「帰り見られる」という言葉はイエ,スを誕生イエスの誕生前にマリアの傘下に出てきます。それからザカリアの傘下にも出てきます。 神様は私たちを忘れずに訪れてくださるというのが「顧みる」という言葉の意味です聖書のどこを探しても神様が大自然を顧みるとは書いてありません神様が森の動物たちを可愛がる大切にするとは書いてありませんそれどころか神様が天使を心に留めるという記事もありません神様は私を あなたを顧みて大事にしてくださる心を止めて大切にしてくださるだからこそミコイエス・キリストは私たちと同じ姿をとり私たちの罪を背負いそして十字架にかかりしからあがない私たちが神の子供となる新しい道を開いてくださいましたとヘブル人への手紙はずっと私たち勉強してきましたよね。で単純に、 メッセージは神様があなたをそこまで大事にしてくださり借り見てくださるのだから少しは自分を大切にしなさいですね。あんまり自分を追い込んだりいろいろと引き受けたり余裕を失ったり祈る時間もないほどに暴殺されずにもう少し。 自分を整えクリスマスにふさわしくしなさい小さなカフェが外の建物はボロでも扉一つ開けたらきれいに整えられているかのようにあなたの心の中を整理しなさい落ち着きなさい家の中の 余計なものを捨てる以上にあなたの心の中の余計なものを捨てなさい仕事が間に合わない追いつかないああ時間がないではない私はあなたのことが心配だよと神様は私たちにおっしゃる私を迎えられるように自分を大切にするアドベントでありなさいねというのが今朝の メッセージですお祈りをいたします恵み深い天皇父の父な神様私たちがもし扉を開けるならあなたが私たちの心の中に入ってきてくださると聖書の中にあります」でも実際は扉を開けないのはあまりにも心の中がぐっちゃぐちゃだからかもしれませんあるいはもしかしたら開ける余裕もないほど あななたののを叩く音が聞こえないのかもしれません。私たちがこの世界にあって「ああこのお店に入ると心が落ち着くな」と思うのであったとしたならばあなたが私たちの心をたたいた時中に入って座ってくださる時に「あああなたの心は安らかだね」と言っていただけるような。 喜んであなたを迎えることができるように私たちの心を清めてください。私たちに時間を与えてください。私たちに余裕を与えて、御言葉の力を持って私たちを清め、精霊の力を持って私たちに余裕を与え、右さんの賛美を聞き、またクリスマスの さまざまな賛美歌を聴くたびに今自分はアドベントクリスマスに向かって一歩一歩進んでいるんだということを自覚することができるように助けてください。イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン